鎌倉で遊んでた時に出てたでしょ。ボルトを煮て角煮を作ります。官能チェックする。ビールってここにある時間っていうのか、からいろんなビールが作れるんですね。わー鎌倉といえば、うん、御社の鎌倉ビール、はい、言ってる間にそう鎌倉ビールって書いてる。逆もう風こっちこっちあそこ何屋さんなんですか。あそこは湘南ワインセラーっていうところで うちの鎌倉ビールが取り扱ってるんですよ。さすがシェア高い。鎌倉ビールって、うんうん、鎌倉の町にどれぐらいのお店置いてあるんですか。100店舗あるんです。朝倉みくるの、うんうん、鎌倉で遊んでた時に出てたでしょ。あ、出てました。有名ですね。清水屋さん、あれも全部鎌倉ビールです。鎌倉ビール推しが激しい。鎌倉ビールそろそろ鎌倉ビールに行きましょうか。はい、おもかおもかおもか着きました。ここでビール作ってるんですか。そうなんですよ。世界的に有名な鎌倉ビールが作られてるところで、じゃあ早速潜入していきたいと思うんですけど、おいらっしゃった、いらっしゃった、はい、どうもこんにちは。うちの専務です。ちなみに僕もこれいただきまして、このトレーナーのデザインのコンセプトって何なんですか。はい、1998というふうに書いてあると思うんですけど、これ鎌倉ビールがこう世に初めて出た年でございまして、はい、勉強させていただければと思います。おもか。ここがあのビール製造の一番川上の原料のモルトが保管してあるお部屋になります。へ、いろいろな国のモルトを掛け合わせて一つのビールにしてます。生モルト、はい、マスクしてるのに香りがすごくいいですか。お、メイコメント。これなんですか。こちらはあのモルトを粉砕する機械です。モルト粉砕機、はい、モルトをそのままでこう釜に入れてこうグツグツ煮ればビールができるっていうものじゃなくて、はあ、モルトが持っている糖分だったりって言ったり、そのモルト自身が持っている酵素っていうのがそのビールの後々の発酵工程に必要になってくるんで、ここで、しっかり粉砕してあげて、次の工程に行きます。刃の立て方とか微調整をかけてそのブルワリーの個性が出るっていうところの意外と知られてない大事なポイントになってきます。お蕎麦を引く機械のメーカーさんからこの機械をわざわざ取り寄せてここで使っているっていう特別仕様ということで。特別仕様ですね。だからいろんなビールが作れるんですね。うわ次がですね、この仕込みの工程になります。モルトを煮て麦汁を作ります。このようになっています。はい、あらかじめここにお湯を敷いておいて、はい、その中に粉砕したモルトをそのビールに合う分量だけこう入れていきます。グツグツ煮込んであげて、煮込んで、はい、麦の中にある糖分が麦が持ってる酵素によって分解されて、しっかりとこう糖分が抽出されるようになります。弊社の醸造が、しっかりこう貝を持って均等に攪拌するような形になっています。じゃあここはその攪拌しつつ糖分を出したい。そうですね、はい、日本酒の酒蔵の時も同じようなのあったな、ねえ、はい、今度こっちで煮た、まあ、もろみになったそのマッシュという、お粥状のなったこうモルトをですね、今度こっちに移してあげます。おお、はい、もろみのそのマッシュの固形分と麦汁の部分がここで初めて分かれることになります。もうじゃあもうビール出来上がった感じですか。まだできてないですね、はい、ろ過された麦汁が一旦ここのたらいに入ります。ああ麦汁の成長度をしっかりこう見てあげます。 OK だったら、今度また最初の釜に戻ります。へー、麦汁をこの蒸気の熱でこう煮沸してあげます。そしてそこで初めて、ホップが登場します。このホップそれぞれ品種が違います。産地も違います。でそもそもこのホップって何なんですか。ホップは、はい、まあ、大きくバクッと言うと、はい、植物なんです。でしょうねビールに苦味と泡もち泡立ち、うん、あと香り、あとビールのその殺菌作用にこう寄与しているっていうふうに言われます。煮沸工程時にこのホップと一緒に入れることによってお刺身につくこうわさびのようなイメージですかね。わかりやすい、よっ、はい、よっ
これ熱交換器なんですけど、その100度近くある麦汁を下にお部屋があるんですけど、発酵させるために20度近くまで落とします。管を通って下のお部屋に行きます。お、発酵室にやってまいりました。すごい。先ほどの上のお部屋で煮た麦汁がタンクに入ります。はい。そしてあらかじめここに酵母を待ち構えておくようにしまして、そこにこう20度ぐらいに冷えた麦汁がこう入って発酵が始まる。まずここで主発酵してあげて、いろんな酵母と麦汁の化学反応でいろんなこう成分が出ます。思春期のこう青年のように、さっき機嫌よくご飯食べてたと思ったら急に機嫌悪くなって、なんかもうダメみたいになって、反抗期みたいな、ちょっとメヘラな状態なんです。はい。まず寝かせてあげることによってビールが味がキュッと締まり、2、3週間ここで寝かしてあげることによって自分の軸がこう定まってくるっていうようなビールになります。明日詰めるんですか？明日詰めるところの前のやつを今注いでると我慢できないの、はい、泡の状態ですとか実際にこう口に含んでみてこう反応チェックとか嫁ぎ先が決まるビールをですねここの機械を使って、詰めていきます。この中にも酸素が溜まっているので、瓶の中にも二酸化炭素でこう逆に置換してあげて、中をこう酸素がない状態にしてあげて、詰めたものをすぐ打線します。これで完成ですね。アモカアモカアモカ、素晴らしいラインナップ。月が第1号、はい、月からいただいていこうかなと思いますんで、ガーサス、色濃いめなんですよね。2代目の社長にあたります、ひとしがですね、はい、この鎌倉でどういったこうビールを作っていけばいいのかっていうのを、市場調査をしました。で当時の鎌倉っていうのは女性客が多かったそうで、新しいそのビールの楽しみ方っていうのを提案したくて、女性に聞いてみるとちょっと苦味が苦手なんだよねとか、ガスが強いのがとかっていうのがビールをこう敬遠して遠回りさせてた要因だっていうのに気がついて、このカラメルバグガを使った、カラメルバグガ、フルーティー、美味しいですよね。美味しい。他のメーカーさん全然違いますね。なんか苦味がありそうな色はしてるんですけど、そこまで苦くもないんですよ。私これが一番好きなんですよ。ちなみに、ゆいさんが大好きな。ちなみに創業当時のレシピから改版改版を重ねてレシピのブラッシュアップはしてますけども、目指しているところっていうのは創業以来変わってなくて、実はこれ今去年12月に新しく出た都内のコンビニとか、あとライフとかスーパーで売ってるんですよ。ついに都内の人もお気軽に飲めるようになったと思って、私たちはこのビールを通じたそのビールと共にある時間っていうのにこう価値を見出しまして、それをこうより多くの方にこう伝えていきたい、2022年はこう日本全国鎌倉にこう注目が集まる年だというふうに思ってまして、あの某大河ドラマの鎌倉殿の13人です。その大河ドラマと一緒にともにこのビールも発売されました。あらららら、全然色が違う。これどうやって色を分けるんですか？モルトの違いによって、実はこの色の違い出てます。あの弊社ではこうあまりこう全面的に出してこなかったその IPA という、スタイルでですね、こうよりこう老若男女の方にこう楽しんでいただきたいという思いから、どんなお食事だったりどんな時間軸にも合わせやすいっていう、オールラウンダーなビールを目指して作っています。これもうグイグイいけちゃう、美味しいですよね。美味しい。しかも一般的な日本のビールより香りが強い、これがオリジナルで3本、定番の鎌倉ビールシリーズ、はい、そしてその他にも、このご当地の限定のビール、これが今この水色っぽいのがそのイメージの通り江ノ島のビール、はい、そしてこの緑が
ビール。早な。その他にもバレンタインの前にはいちごのビールもめちゃめちゃ売れて、鎌倉にいちご農園が唯一一箇所だけあるんですけど、うん、地域の魅力を再発見していただくきっかけにもビールってなるなと思って。おもか。じゃあこっからは鎌倉ビールズさんの歴史とか経営戦略とか教えていただければと思いますので、私ども鎌倉ビールのそのルーツはですね、鎌倉で100年続いたその酒屋、初代の社長が私から見た、祖父、ネットなんかもない時代ですから、こう人と人が会わないとこう何かが生まれないっていうことが多かったそうで、酒屋さんっていうのはそういった地域のハブみたいなので、こうお酒を通じたそのコミュニケーションっていうのにこう可能性を見出していたっていうのがあります。地域の人からこう愛される酒屋だったからこそ、地域に何か恩返しがしたいっていうふうに思って、地域発展に寄与するものと、あとはその心がこう豊かになるものっていうのをこう考えたそうなんですね。さっき言った、はい、コンビニもされて上が実家。そうなんです98年に、この初めて鎌倉ビールの、商品が本当に1から、まあ、ゼロから作り上げた会社だったんで、やっぱりこの品質が定まるまでにかなり時間を要したそうで、創業2代目の社長、本当に暗黒の10年間だったっていうくらい。へー。それでもこう地元のためにやってる鎌倉ビールだからといって、地元の酒屋さんなんかがこうずっと置き続けてくださった。そして今後どんな戦略でいかれるんですか。ビールと共にある時間っていうのをこう少しでも多くの方に感じていただきたいっていう思いから、鎌倉を少し飛び出して、日本全国の方、あるいは世界の方に鎌倉のその情緒的な価値っていうのは僕らにしか出せない、載せてこう発信していきたい。新工場できると聞いてますが、はい、私たちは町と町も結べるんじゃないかっていう可能性を感じてまして、東北の地、東北のある町、はい、言えないですね。どういうふうにうちの店で使いたいよっていうのがあれば、どういうふうにお願いしたらいいですか。まずは地元の酒屋さんにお問い合わせいただいて、ぜひお願いします、はい、でもしちょっと取り扱いがないとなれば、概要欄貼っておきます。直接インフォで入れていただければというふうに思います、はい、これだけの賞を取られたビールですから、もう間違いなしでございますので、ぜひ楽しんで売っていただければと思います。おもろ思うか思うか。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、めちゃめちゃイケてますね、鎌倉ビール。ご当地ビールって、うんうん、歴史もあってこだわりもあって、うんうん、なんか文化感じが飲めていいですね。いいです。では、ゆいさん、今日の経営論お願いします、はい、今日の経営論、ボボン。努力は店名さえも変える。どちら様のお言葉ですか。これは福沢諭吉さんの言葉です。はあ、一万円札の人。そうなんです。栄養衣食住っていう本に書かれてたんですよ。ビールを日本に紹介した偉人ということで、はい、今日お話で専務の話聞いてて、なんか酒屋さんやってて、はい、多業種化でコンビニやって、で町を良くするためにビール工場にチャレンジして、はい、100年続いてる酒屋さんが源流じゃないですか、はい、時代に合わせてニーズに対、合わせて文化に合わせてご当地の人に合わせて根付いてきた DNA じゃないですか、はい、これ絶やしちゃダメだと思うんですよね。絶対そうですね。なんかアメリカとかで言うとブルワリーってこう街に根付いてて、そこに人集まるみたいな、なんかそういうのになっていけばいいなと思いますし、そういう思いってやっぱこう絶え間ない努力。そうですね。横浜に鎌倉ビールさんがやられてるレストランもあります。横浜そごうの、はい、上の方にあります。ガーデンハウス、めちゃめちゃ美味しいです、はい、しかも映えます。はい、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバーイ。おもんか。